皆さんこんにちは、ブルックの西村です。今日はですね、こちらですね、はい、ここブルックでも非常に人気が高いナポリテイラードの、ティトアルグレット、こちらですね、はい、こちらの、別注、カシミヤのダブルジャケットの方を今日ご紹介をさせていただきたいと思います。こちらですね、もう、ほんと、素材も、かなり限定されているものをですね、ちょっと使わせていただきまして、日本限定、5着ということで、作っていただきました。もう、ほんと、で、今シーズンをちょっと象徴するような素材ですけれども、もう見ていただければ、ちょっとこの動画だとですね、少し、なんていうのかな、限度はあるかと思うんですけど、このツヤ感ですね。で、そしてオーラ。もうベーシックなだけに、なんていうのかな、ちょっとそういう、質の良さっていうのが、非常にですね、わかりやすい、ジャケットになるのかなっていうふうに思います。こう、ティトさんですね、先シーズンからなんですかね、まあ、大手さんですね、一部でも取り扱いがスタートになったりとかっていうことで、まあ、2012年スタートなんで、もう本当早いもので10年経つみたいなんですけど、ブルックが移転リニューアルしたタイミングとかで取り扱いをさせていただいていますので、もう2013年かな、ぐらいからになるんですけど、徐々にですね、やっぱ知名度を上げていって、まあ、前回はですね、知る人ぞ知るっていうことで、ティトアレグレットをご紹介をさせていただいたんですけれども、もう本当に、どんどん知名度がこう上がっていってですね、この、まあ、ご自身もファッショニスタだったりするんですけども、すごくですね、著名なブランドになってきてるかなっていうふうに思います。まあ、ティトさんですね、とにかく、まあ、ご自身、もう風貌もすごくかっこいいのと、やっぱり非常にセンスがある方ですね。もうよく語られるのが、ナポリのですね、有名なロンドンハウスっていうお店のセールスからスタートされて、それで、イザイア、あと、アットリーニというところのですね、ビジュアルマーチャンダイジングっていう、そういう、仕事を、されて、来られて、まあ、あとは、本当これインターナショナルなもうアメリカのブランドですけど、ラルフ・ローレンの、やっぱり同じく VMD、の仕事をされてらっしゃったということで、まあ、要は、もうディスプレイですよね。もう本当にディスプレイ、あと、店内環境、を作っていくのが、その VMGD っていう仕事になるんですけど、もう本当ここ、顧客のお客様の心をつかむような、やっぱ本当ディスプレイだったりとか、本当にこう、愛されるようなですね、店内環境を作ったりとかっていうところの、スペシャリストの方になるんですけれども、まあ、ご自身もですね、ここ熊本にも、何度か、来ていただいたりとか、やっぱこう、素材で、これすごくいいなっていうスーツとかジャケットにしても素材で、迷ってると、スッと、シャツだったりとか、ネクタイを、隣に持ってきて、こういう着こなしを、すればですね、非常にこのスーツいいんじゃないかなとかっていうような、まあそういうアドバイスもいただいたりとかっていうところは、なかなか他の方にはですね、他のスーツですね、まあデザインとか、されてらっしゃる、ディレクションされてらっしゃる方もいろいろお会いさせていただきますけれども、なかなかない、そうですね、ちょっと接客をしていただくような方にはなります。はい。で、そのティトアレグレットさんの、このジャケットなんですけど、まあ先ほどもお話ししたその素材ですね、もうまずそのカシミヤですね、もう、素材がやっぱむちゃくちゃいい、もう本当に軽くてですね、体に馴染みも良くて、で、しかも、暖かいっていう機能性も持ち合わせた、そういう、素晴らしい素材になりますので、まあ、その素材を使って、まあ、今回は、ダブルですね、ダブルブレストで、やらせていただきました。まあ、ティトもですね、年々そのパターンだったりとか、そういったものが、少しずつバージョンアップ、ですね、しているんですけど、まあ、今回は特にですね、やっぱりこの、
なんていうのかな、ナポリらしいというか、あの襟のですね、このラピルのあのカッティングですね、のこう少しラウンドしたあのカッティングになってるんですけど、これがあのものすごくちょっと男らしい。はい。で、あのしかもこれですね、あのダブルステッチがあの入っているんですけれども、まあそのあたりもあの非常にこうクラフト感があって、あの非常にですね、あのいいあの雰囲気になっています。ナポリスタイルということで、これはもうあの切り縁のポケットの仕様であのお願いをしていまして、非常にあのシンプルなあのデザインにさせていただいております。で、プラス、まあ、ちょっと控えめになるんですけど、あのこのシルバーのあのメタルボタンですね、これもですね、ちょっと指定をしてあの付けさせていただいて、仕上げました。で、まあ、あの、ほんとこれシンプルなんですけれども、あと、ティトは、そうですね、作り的に行くとですね、ここですね、この萩がですね、前の方が、パネルが1枚。通常、サイバラって言って、この横の部分にですね、この横の方ですね、ここに、1枚萩が入るんですけど、それをなくした、こだわりの、仕立てになってまして。まあ、これは、ティトさんね、こだわりの、ディティールになると思うんですけど、まあ、その部分で、ちょっとダーツを少し、多く取ってある、そうですね、ディティールになってまして、ここのポケットの下、これですね、ここの部分ですね、ここに、ステッチが入るんですけれども、まあ、それがまた、ちょっとデザイン的にも、さりげないですけど、特徴になってました。まあ、それを活かす意味でですね、切り縁のポケットっていうのは相性がいいのかなっていうふうに、思いまして、そういうふうにさせていただいております。やっぱこう来た時のその感じなんですけれども、やはりですね、この、肩ですね、ここ、上襟の、収まり具合と、なで型のこの襟の、綺麗さですね。これが本当に、すごく、もう、ナポリテラードならではというか、この感じですね。上襟が、こう、くっと、首筋に、吸い付いて、で、余りがないというか、というところですね。と、襟の収まりが良い。と、アームホールもコンパクトに作ってあるので、非常に、腕も動かしやすい、ものになります。と、僕もですね、ちょっと華奢な人間だったりはするんですけれども、やはり来た時に、この胸のボリュームのラインがですね、非常に綺麗に、出ますので、まあ、そこの部分がですね、こう、非常に、こう来た時に、男らしく見える、そうですね、まあ、横もそうですし、どうでしょう。と、後ろですね、はい。まあ、後ろ姿も、背幅がですね、ちょっとこう、広く見えるような、ちょっと男らしいジャケットになって、まあそういう意味でも、まあ非常にかっこいいかなという。店頭でもよく議論になるんですけど、まあ男性目線、女性目線で受けがいいブランドとか、ジャケットとかいろいろあるよねとかっていうふうになるんですけど、まあそういう意味じゃもしかしたらちょっとこう男受けの方が、いいような、まあ感じにはなると思うんですけど、まあそれはそれとして、そういう、なんていうのかな、ちょっとダンディズムが溢れるというか、ちょっとそういうようなですね、雰囲気が、非常にかっこいいんじゃないかなと思います。それとまあ、あと最近、ちょっと、まあ思ったりするところなんですけれども、これほんと非常に微妙なところなんですが、これですね、上襟の高さですね。やっぱ、ここが、いわゆるナポリテイラーの、まあ非常に人気がある、例えば、ステレラティーノもそうなんですけど、あと、まあその DNA も、受け継いでいる、ある意味、サルトリオあたりもですね、上襟の収まりが良くて、なんていうのかな、この、こう傾斜がですね、非常に、撫で方に綺麗に沿うようなブランドっていうのは、襟のところがちょっと高めになってまして、それで首にピタッと横から見た時に吸い付いて、で、前から見た時には襟の、収まりの良さにつながっているというか、まあそこの部分もですね、仕立てにはテクニックが、必要なところになるのかなと思うんですけど、まあ単純にそういうの抜きにしても、やっぱ見た時にすごく綺麗なですね、ジャケットになります。ここら辺ですね。まあ、いろいろ組み合わせて、最終的に、やっぱこう、醸し出される、ものがですね、あるんですけど、
非常にいいジャケットに仕上がっております。でもう本当これもともと最終的にもう生地が5着しかなかったんで、それを全部取らせていただいて、でダブルで、メダルボタンにさせていただいて、もう本当限定5着で作らせていただいておりますので、もしですねご興味があられる方いらっしゃいましたら、もうそうですね、もう2着は販売になってまして、でちょっと46はもうこの時点でもうほんと取り置きになっているんですけど、それ以外のサイズはですねまだ1点ずつ店頭ございますので、ぜひですね、店頭にてご確認をしてみてください。着てみてください。むちゃくちゃいいかっこいいジャケットです。